はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。じゃん、クラウンモデルのコルトパイソン、こっちはガス、こっちはエアリボルバーということでね、クラウンのパイソンがどうしても欲しくなるビデオの第2弾。どうしても欲しくなります。安いんでいくつも欲しくなりますっていうね。まあ、前回はねちょっと外観比べて初速測ってみたら、この神戸太さんから提供してもらった18金の方のね、パイソンがね初速が全然出ないっていう状態になってたので、どのみちね初めからこれどっちも分解してパーツの互換チェックしてやろうと思っていたところなので、分解するついでにこいつはその機密が取れてないところはなんとか直していこうかなと、今回はこれをバラしてパーツの互換を眺めていくと、そういう動画になります。よかったら最後まで付き合ってやってくださいです。じゃあね、まずガスリボルバーの方ってさ、この短いカートで本体側のね、まあ、シリンダー側には真鍮の筒が入ってて、出口はもうこういう真鍮の筒になってるわけです。で、フォーシングコーンがあって、ね、で、機密を取ってと、こういうカートリッジ使うんですね。で、一方の18金のエアリボルバーの方は、筒抜けになったシリンダで、こういう、まあ、フルサイズっちゃフルサイズの、まあ、弾頭までついたタイプのカートリッジを使う。いうことなんで、この2つシリンダー変えて使えんのかっていうのがまず気になるところだと思うんで、まあもうすでにね皆さんやってる方たくさんいますけど、やっていこうというところです。じゃあね、シリンダー、ここのビスを緩めてやればシリンダーは外れるはず、外れます。シリンダーです。はい、ガスリボルバーの方もね、じゃあちょっと緩めてやって外れます。中に真鍮が入ってるのと入ってないので、シリンダー本体は違うけど、エキストラクターロッドの可動域も同じだね。うん、同じ同じってことで、ガスリボルバーのシリンダーがまあつくよね。で、普通に動かせるし、フォーシングコーンもちゃんと機能してる。フォーシングコーンがここがね、スプリングでこう動くようになってて、ここと噛み合うんだよね。だから、その、抜けなくなると。まあ、このトンチンカンな配色になりますけど、まあ、同じように、こう、ガスリボルバーの方にも、シリンダーちゃんと使えますよと。こんなになります。ね。じゃあね、撃てるかどうなのか、やってみますよ。ただエアリボルバーの方はこれ機密取れてない状態なんでね、初速が出ないかもしんないけど、まあ撃てるか撃てないかだけね、とりあえず試してみたい。じゃあまず18金のエアリボルバーの方にガスリボルバーのシリンダー一式を詰め込んだやつに、0.2g の BB 弾を入れたカートリッジを装填していきます。じゃあこれで撃てるかどうかちょっと試してみよう。ただこの個体は機密が取れてないんで、こっちのシリンダーで撃った時に20とかね、10とかそういう初速しか出ませんでしたけど、じゃあ試してってみます。撃ちます。おお、ほら全然初速出ないけど 12.4 でも撃てるよね。ちゃんとした個体で撃てばちゃんと初速が出るはずです。16.97 とか撃てなくなるってこともないし、ちゃんと6発撃ち切れましたよというところです。じゃあガスリボルバーの方にエアリボルバーのシリンダーをくっつけて、エアリボルバーの樹脂カートリッジで撃っていこうというところです。これね、これが結構楽しみなんだよな。撃ちますね。 61.07mps。こんなもんかな。あったかいと70とかで出ると思うんだけど、おい、これ 64.68mps。 本来の性能ちゃんと出てるんじゃないのみたいな感じですけど、おいね、63.44mps。 せっかくなんでダブルアクションでも打ってみますか。おいね、
ダブルアクションで 60.7 メーターパーセカンドと。特に撃てないってことはなくて、全弾撃ち切ることができました。ガスリボルバーとエアーリボルバー、シリンダーを取り替えても普通にどっちも使えるよと、こういう結果になりました。じゃあね、シリンダー交換して撃てるのは分かったんだけど、バレルどうなのさと。バレルもね、ここのピンを抜くと突破せるんですよ。はい、バレルが外れます。こいつもここのピンを抜いてやると、はい、バレルが外れます。はい、あんま全然変わってないような気がするけどね、パーティングラインとゲート跡の残り方とかね、こっちは多分ね、ただ燃えただけだと思うんだけど、こっちはね、ちょっと処理されてるわね、あのガスリボルバーのね。じゃあハマるかどうか、ほらハマるよちゃんとね。これもさ、昔さ、そのパイソンとスミス&ウェッソンでやってみたことがあるよね。ね、でパイソンにさ、スミス&ウェッソンのバレルくっつけてさ、パイッパイだとかいろいろなんか笑い話にして騒いでた記憶がありますけど、まあこれちょっとピン甘くなると嫌なんでね、中途半端な位置までしか刺しませんけど、とりあえずバレル自体も互換するし、フォーシングコーンもちゃんと動くよね。ただね、フォーシングコーンのスプリングがこの18金のやつの方が、18金のエアリボルバーの方がね、フォーシングコーンのスプリングが強いな。ガスリボルバーのやつはカタカタ結構簡単に動いちゃう、うん、だから多分ね、シリンダとの相性としてはガス同士とエアー同士の方が作動性はいいんじゃないって。まあまあ、でもさて、じゃあ点でこの組み合わせでまた打ってみましょう。エアリボルバーのフレームにガスリボルバーのシリンダとガスリボルバーのバレル、ね、まあカートリッジも当然ガスリボルバーのカートリッジね、これで打っていきます。まあ初速は出ないけどね、打てるかどうかだけ。おお、玉ポロだね。まあ一応は打てるね。じゃあガスにエアのシリンダをつけた方、バレルとね、いったんだけどね。じゃあ打ってみるね。ほら 67.95、 なんかこっち初速が良くなっちゃってるね。もしかするとガスタンクがちょっと温まったのかもしれないけどね。うん、ほら 67.55。 これはどういうことだ。しかもね、うん、いいね、 67.87。 まあこんな感じで、バレルとシリンダー一応付け替えはできます。シリンダとバレルをそれぞれ入れ替えて、互換をチェックしてみたんですけど、今度はね、フレーム側、これ双方バラして、まあ中身のパーツを見ていこうかなというところです。でガスリボルバーのパイソンのバラし方も、エアーリボルバーのパイソンのバラし方も、組み立て方もね、できるだけ詳しく説明した動画を過去に作ってありますので、まあそれはね、概要欄にリンクでも貼っときますんで、分解と組み立て見たいよって人はそっち眺めてやってください。ただとにかくね、パイソンはね、分解と組み立てが大変なんだよね。分解はできるけど組み立てるのはねちょっと大変で、これがスミス&ウェッソンの、まあ、M19 とか、ね、M29 とか M586 とかだと全然同じエアリボルバーでもガスリボルバーでも簡単なんだけど、パイソンはとにかく分解と組み立てがちょっとコツが必要ですんでね。なんで今回分解する工程は省きますんで、このままもうバラした状態でまた取っていこうと思います。じゃあ両側のフレームバラしました。フレーム自体に取り付いてる、例えばシリンダストップだとか、このパーツはちょっと外してないですけど、フレーム一緒だよねみたいな一緒だね、一緒です。ただ各パーツが互換できるかっていうとちょっと微妙でね、コメントでエアリボルバーにガスのユニットを入れたのかその逆だったのか、まあコメントをくれた方がいて、なんか自作のパーツ入れないと無理でしたよっていうね方がいましたけど、例えばこのエアーのところにこのガスのシリンダー一式とか多分入ると思うんだけど、位置も変わらず 入るんだけど、うん、ビスの位置も変わんないし、サイドプレートでガスのモデルにあるこの突起、ここにハンマースプリング引っ掛けるんだけど、
これぶった切ってあるね、エアリボルバーの方は。ほら見えますか、ここの突起、ここが違うね。あとは多分同じものなんだと思う。なるほど。ってことはサイドプレートも含めて全部移植すれば動きそうな気もするけどね。ガスの方にもこれ入れてみようか、シリンダー。あ、ちなみにだけどこのエアーの方のシリンダーね、やっぱりねここにひび入ってます。見えます、ここ、ここにひびが入ってるのと、ここにクラックが入ってる。バネ強すぎるんだよね。でこれはもう部品がないんで、このままもう組み戻しますけど、あのクラウンに注文するとこれね売ってくれます、数百円で。すごい良心的だよね。ガスリボルバーの方にエアリボルバーのパーツ一式入れてあります。あのシリンダーが割れてるんでピストンとか入れてないですけどね。まあトリガー空振りで一応は動くよね。でハンマーを引いていくと、こいつがシアなんだけど、シアが今パチッとかかるのは見て取れたね。でトリガー引いて、引くとシアが下に下がってノズルが前に出るんで、そのままスコンとハンマーが落ちる動作まではできるね。これこのまま閉じれば使えるね、きっとね。ただサイドプレートのこの突起があるんで、この突起があるやつ、ガス用のこいつは使えないので、エアリボルバーの中身で使うにはエアリボルバーのサイドプレートを使わなきゃいけないと、まあそういうことになりますね。ガスも同様ですね。ガスも一応こう引っ張ればシアはコッキングされるしね。でトリガー握ればハンマーが解放されるので、これも組めば使えるような気がするんだけど、まあグリップウェイトも同じものだね。これはボンドで止めてあるか止めてないかぐらいの差がしかないんで、ああそうか、ただエアリボルバーの方は隙間があるんでボンド入ってるのが、なんでガスリボルバーで使うにはガスリボルバーについてた、そのガスタンクに使うにはガスリボルバーについてたウエイトを入れてやる必要があると。で今回ちょっとね、シリンダーハンドとセーフティー一式は入れずに今組んでみますんでね、うん。でこれね、ハンマーのスプリングをちょっとねかけてやらなきゃいけないんで、ね、ちょっと仮にサイドプレート組みましたけど、一応ダブルアクションもシングルアクションも使えるね。ある程度かなりのところでパーツの互換はあるっていうことかな。でガスとエアでパーツを入れ替えて何かいいことあるかって言ったら、そんなにそんなにないと思うんだけど、僕としてはこの金属製のハンマーをエアリボルバーに使えたらなーなんてちょっと思ってたんですけど、逆にそれの方が難しいね、きっと。こうやってごっそり入れ替えるよりもパーツ単位で入れ替える方が難しいよなって感じがします。ハンマーはもう無理だろうね、これ使い回すのは。構造は違うもんね、そのピストンを押し下げるレバーを取り付ける部分がないんでね、ハンマーは互換しないだろうし。でトリガーね、ワンチャンワンチャンもツーチャンもないか。トリガーね、ワンチャン使えると思いますよ。ただここの爪の形がもうよくうまく合わないんで、加工すれば金属のトリガーを、エアーリボルバーに使えるやもしれない、やもですグリップパネルもね、ダボピンの位置とかそのロールピンが入ってる数とか全然変わってないし、形状も一緒なんで、グリップパネルはね問題なく双方互換があると。僕としてはここの突起が削り取られているところが面白かったですね。あ、その逆もあるな、こいつエアリボルバーについてる突起とガスリボルバーでは切り取ってある突起がありますね。この3箇所の突起の違いで制御してるんだね。でこのセーフティーのパーツに関しても、シリンダーハンドのパーツに関しても、あの形状は一緒なんで同じもんだと思います。そんなところかな。しかし本当に同じパーツ使ってんだね、ということです。さてシリンダーの応急処置ですけど、裏側からはクラックにバスボンドキーをちょっと割れてるところに詰め込みます。でもそいつじゃ絶対すぐ剥がれるんで、衝撃でね。で表側からはクラックにアロンアルファの、対衝撃を隙間に入るように流し込んであります。で、それだけじゃ絶対脆いので、
アルミテープでそのクラックを全部覆うように貼ってあります。これでね、機密は取れるはず。これで組み直してみよう。いつまで持つかは分かんないけど、 2,3 回で終わるかもしんないし、ね、しばらく持つかもしんないけど、まあこれでやってみます。さて、じゃあ今度はガスリボルバーの方のおまけ情報、情報でもないか、あのね、このガスリボルバーのガスタンクの放出口なんですけど、これね、ガス風呂とかのマガジンに入ってるような放出バルブが入ってるんですよ。なんでバルブレンチで緩めることができるんですね。ガスタンクにガス入れて緩めていって、ガスが漏れないところで、放出バルブを要は手前に浮かせるイメージ。そうするとバルブノッカーがバルブを開けてる時間が長くなるのか、バルブを開ける量が多くなるのか、どっちかの作用が起こってですね、ほんのわずかだけど初速が上がります。ほんの少しね。どっちも組み直しましたね。あのガスリボルバーの方はちゃんと圧縮もあるし、エアリボルバーはね、これ一応応急処置したんで治ってるかどうかだけチェックしますかね。よいしょと、一応ね2発撃ってみよう。 BB 弾入れたね。 0.2g の BB 弾が入って純正状態でね。じゃあちょっと初速を測っていってみます。えい、おお微妙、ほら 0.2g で 37.1。 これだとまあ完全復活とは言えないね。えい、うん、さあね 34.63、 微妙、こんなもんだね。あのちゃんと治ってません。せっかくなんであれですか、ガスリボルバーのシリンダーでもやってみますか。手軽にね、シリンダーこう気軽にというか適当にシリンダー入れ替えて遊べるのも面白いけど、じゃあね、ガスリボルバーのシリンダーとカートリッジでやってみます。応急処置後の初速、おお 37.41。 なるほど、向かっている。さあ、じゃあ2発目打ってみるよ。おお 34.85。 はい、応急処置なんで完全に機密取れてないしね、あの初速はそんなに出ないけど、とりあえずこれでいいか。はい、いかがだったでしょうかね。クラウンモデルの Python がどうしても欲しくなったかな、このビデオで、ね、とにかくね、パーツの互換が結構あるんで、そのサイドプレート込みで中身を一式移せばなんとか使えるレベルにはなるけど、だからそのガスリボルバー持ってて、エアリボルバー持っててね、パーツが使い回しできるところもあるし、できないところもあったね。特にサイドプレート内のあの3つの突起の違いね。ガスリボルバーだと2つの突起が必要、エアリボルバーだと1つの突起が必要で、3つの突起がついてて、そのうちの2つを使うと1つを使うと、そういうふうにあの分けられててね、切り取られてたんで、あそこが面白かったね。この2回目はね、ちょっとマニアックすぎるんだよね。その全バラにしてパーツが入れ替えるかどうかとかっていう、それを見たところでクラウンのパイソンがうわ絶対欲しい、どうしても欲しいってなるかどうかまた微妙なところだけど、僕はねそういうところにやっぱり魅力を感じたりもするんでこんな動画やりました。あのこのシリーズまあちょいちょいやっていくんでね。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、もうこのシリンダー回らねもう一回やろう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。やっぱりね、僕はこのガスリボルバーのカートリッジを排出するのが結構好きです。ということで。